のマネージャー見習いなの。生活費のためにバイト探してて、やっと受かった仕事がたまたまそれで、ファンからの贈り物を仕分けしてたから、名前覚えてたんよ。チュータンがどれほど熱心にリップリップを応援してたか知っとるよ。もちろん染谷くんも柴崎くんも愛想も二人ともファンレターやプレゼント持って帰ってたよ。大事そうに。ファンだってことどうして隠してたの？ファンは推しのプライベートには介入しない。近づきたくても一定の距離を保って見守るのみ。出ないと二人が疲れてしまうから。本当に大好きなんだね、リップリップのこと。すごい愛を感じるよ。好きならライブ見なきゃ。でも私は二人に迷惑を。写真のせいでマスコミに。二人は乗り越えたよ。うち、マネージャー見習いとして言いに来たの。二人は今日のために全力で頑張ってた。だから会場へ行って、応援してあげて。お願いします。でも、ねえ、こんなこと、いつかだね。バイトのこと内緒にしてて、誰にも言わないって契約だったから。お姉さんが決めたことなのに、リップリップのためなんだから仕方がない。リップリップってすごいよね。うちアイドルのこと全然知らんかったけど、2人を見てたら毎日がなんかキラキラして、私も人生が変わった。うちたちちょっと似とる？全然違う。私、同担拒否だから。でも応援する気持ちは一緒。